DAW レッスンの鈴木です。今回動画レッスンの第6弾としてトゥーントラック社の人気ドラム音源スーペリアドラマー3の基本操作から音作りを行う上で知っておきたい便利な Tips を学べるスーペリアドラマー3講座をスタートさせていただきました。 DAW レッスンのホームページよりお申し込みいただけるようになっております。講座は1章から7章まで約100分の内容になっており、動画はお使いのパソコンやスマホ、タブレットにダウンロードして必要な時に何度でも見返していただくことができるようになっています。また今回はスーペリアドラマー3の標準ライブラリーのみで作成したオリジナルのプリセット6種類を付属しています。パラメータをいじり始める音作りのスタート地点として使いやすい音色というコンセプトで作成しておりますので、ぜひ制作にご活用いただければと思います。それでは本編の内容を簡単にダイジェストとしてご覧ください。またプリセットを読み込む際に各プリセット名の右側見ていただきますと、下三角のボタンが表示されています。こちらをクリックすることによってセレクトパーツというメニューを開くことができます。この画面を使うことによってこのプリセットの中からどの要素を読み込むのかというのを個別に選択することができるようになっています。スネアを青く選択した状態で画面上で右クリックしていただきますと、こちらで差し替えることができる音色一覧が表示されてきます。このプロセスをしなくても音程は変わって聞こえます。なんですけれども、このアルゴリズムを適用した最も高いサウンドクオリティを鳴らすためには1回プロセスをする必要があると。結構音変わりますので、これも忘れず設定していただくといいかと思います。気に入ったパターンはそのまま DAW ソフト上のトラックにドラッグすることによって簡単にMIDIデータとして取り込むことができるようになっています。当然これMIDIデータですので、ここでこんなフレーズが欲しいなっていうものをMIDIキーボードから指定していきます。ではやってみましょう。ショーリザルトなんていう風にしていただきますと、今バックビートっぽいものを入れてみましたけれども、これに近いものがこんな形で絞り込むことができるよと。そしてその内容を細かく設定したいときには、この右側のプロパティーズの画面を開いてきます。今オーバーヘッドには9本のかぶりが存在していてスライダーで表示されています。あとはここで例えばじゃあキックの音がいらないなんていう時にはキックの音量下げてしまったりですとか、もうそもそもオフにしてしまうなんていう使い方ができてくるわけです。スネアだけちょっと大きめに出したいななんてという調整を行うことができます。今回キックとスネアだけなので2つオーディオファイル取り込めばいいんですけれども、ちょっと今回はそのまま4つ取り込んじゃいましょう。はい、オーディオファイル取り込むと自動的にアナライズがかかってこのように表示されてきます。ちょっと一回再生してみましょう。まずゼロにするとその音がもうそもそも鳴りません。ここから数字を増やしていくと徐々に鳴り始めて、上げていくとものすごい手数になっていくよと。全体的にビートがルーズに聞こえてしまいますので、こういうところはしっかり押さえてあげます。今ダイレクトで聞いてるのでちょっと味気ない感じにはなってると思いますけれども、最終的にここにオーバーヘッドも入っていくので